五面西町停留場は、高知県南国市日吉町一丁目にある土佐電、交通五面線の路面電車停留場。当停留場は1911年、土佐電交通の前身である、土佐電気鉄道によって、大津停留場から五面中町通り停留場までの区間が開通したのに合わせて開業した。当時の停留場名は、五面西町通り停留場である。停留場は、 その後1942年に一旦休止されるものの、1968年に復活。この復活に際して停留場は起点よりに60メートル移設され、五面西町停留場に改称した。五面西町停留場は五面線の専用軌道区間にあり、軌道は道路から独立している。ホームは2面あり、東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配される。 線路の北側にあるのが五面町方面行き、南にあるのが針間や橋方面行きのホーム、南国市役所が近い。南にはサンシャインカルディア店が立地し、北には南国郵便局、その裏手に日吉神社が鎮座する。五面線の軌道は東亭流場から篠原亭流場まで専用軌道となる。かつては五面町方面も専用軌道だったが、 1933年の県道改修工事に伴い、約600メートルの区間にわたって、平洋軌道化され、路上に軌道が敷かれる。また、東低流場より、針間や橋方面は国道195号と並走するが、五面町方面は国道と分かれて、県道上を走る。五面西町バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。ABCDEFG。 土砂電鉄が走る町根弱100.156から158ページ。ABCD 馬尾圭介。日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎。2009年。61ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と。土砂電交通。再出発。便利な市民の足に。高知で。 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABCD 川島慶造。四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、35.90ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年、82ページ。ISBN4 から875032684。AB、土砂電鉄が走る町根弱93ページ。土砂電鉄が走る町根弱91ページ。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編。創始者、2007年、292から293ページ。 ISBN 978から4から794216151ありがとうございます。